うわ、うま、翼授けられたわ。まあ今日はスポンサーにはついてないみたいですけども、イエー、よーし、やっとやっと後半戦に行こうかって感じになってきたぞ。みんな大丈夫か？さっきの勝負は続いてんねんで。もうふくらはぎあたりがピクピクしてんじゃないですか？大丈夫か？いやー、まだまだいけるよっていうか、もっとくれ、もっと上がらせろってやつはどんぐらいいるんすかー？ボンボクラー、心配ないで、こいつが来たらボス、ボス、ボスオブデプレスボンボクラー、そのためにこいつに来てもらった。マイブラジェン、ヨー、ウェレ DJ でロンデン。ヨー、誰が出てくる？ゲスは誰が出てくるかわかるか？ヨー、俺のロンタイムレジェン、マイティマイティジャムロックかな、ジャンボーイバー。すぎて燃え上がるステージが、クライマックス上がれるやつ見せてくれ。そういこう、腹に炎にガソリンぶかけるようなこのボンベ、1たす1が10にある、霊が生み出すロンリー、フロム大阪ロンタイムロンテックス、腹にハイキックベースを突っ込んだ結果チャリスクロー、メカブ飛んだ結果歌にどっかに乗っかりけた、危ないフレーズを連発、今ヘッペー破壊力は最新型の、ふぅ、お前の頭も体もハマったことすでに分かったろ。怖い思い出す、このブーミン地下の住人に見直せろ住人、ざわくなり枕にご自由に、よう響け世界中に、ブッブッ、Anyway, it was fun.
ロックからジャンボムーチロー、ほんまの予定やったらこれで帰ってくれって言われてんねんけどちょっとだけ喋らせてもらってよろしいでしょうか。オーケー、俺の兄貴やで、みんな付き合いが古いのは知ってる人もいっぱいおるでしょう。まあ公の場で言ったらここに二度と上がられへんぐらいの恥ずかしい情報を握り合ってるぐらいのでもさ、分かるやつもおるかもしらんけど、はっきり言って普通に見たら分かるやろ、ええ人やねん。またこれが NG ヘッド。おいおい、何言ってんねん、あの殺し以外は全部やってるよ分かるやろ。そうやねん、俺らだからずっとこうすげえ先輩やのに、なんかめっちゃええ感じで接してくれて、なんか今もその延長でここまで来てるから20周年っていうのもちょっとなんか信じられへんわけよ。いやマジでな。いやでもはっきり言って俺はあれは15、6年前かな、京橋にあるロプロスっていうちっちゃい箱でさ、10人か15人ぐらいしかお客さんおらんかってんけど、それの前で NG ヘッドに俺まだ DJ 始めて1年か2年やのに、いきなり DJ クラッシュ挑まれて、ほんまにボロッカスにやられた思い出があるんですよほんま。でも俺はあの時の思いがなかったら続けとったかもわからんし、正直ここにおるかもわからん。それぐらいの衝撃をくれてるわけですよこのおじさんは。いえいじめやけどね、あれは今考えても。で何より嬉しい、一番嬉しいことはその頃と同じ、今も同じくずっと背中を追い続けている存在でいてくれている、俺はそれが本当にありがたい。そう思うやつは20周年フィンガー見せてくれよ。そろそろ行っとこうか。ワンチャンだってさ、みんな分かってた、新かな丘あたりのギャングスター、でも待ってた、ずっと待ってた、これほどの衝撃はかつてなく、流れにきっちりあやかると、何度でももう一度20周年でつながると、忘れられる夜になると、パトコヨゴリパトコゴリプルゴリジャンボマッチロンリースラリアロンリースラリアチャンスクルーイエーイウォーフォークラーイエス。じゃあもう一度ジャンボマッチイエーイフロンマイティジャンブロック、大きな拍手を送ってくれ。